はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画関数11をやっていきます。で、1年ぶりですかね、もっとか、久しぶりの、まあ、受験対策動画なんですが、今回関数に関する問題を3問やっていきます。で、1番が1年生の反比例で、2年生が、3年生の二次関数 で、3番が1年生の知識もそうですけど、2年生の1次関数までの知識が必要となります。いいかな、まあ、そんな感じでぜひねやってみてください。で、この後ですね、解説やっていくんですが、いつも通りこの問題外してしまうので、あの問題文見ながらねやりたいという方は、パソコンで見てる方なんかは別タブで開いてもらって、ちょっとうまくやってもらえたらと思います。いいかな、じゃあ早速ね、ちょっとズームアウトして始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと下げますね。多分これ初めて見る方びっくりすると思うんですけど、下げます。あのね、こんな感じになってんです。こんな感じで。よし、じゃあよろしくお願いします。で、1番2番はですね、変異化を求めるんですが、まあ式があると、で、 x の変異が決まってるんですよね。で、まあ、基本的によく言われるのが、ここのね、 x の変異の数を代入して、で、 y のところに入れればいいんでしょみたいな感じでよく言われます。で、確かに間違ってないんです。それでやると簡単にすぐ終わるんですけど、できればなんで代入してその数字を書けば丸になるのか、答えになるのかっていうところまで理解してもらえると、これで引っかからなくなります。これちょっと引っかけが入ってるんですけど、なんでね、ちょっとね説明を聞いてやっていきます。で、ちょっとですね、まあめっちゃ風邪ひいてまして、咳込む可能性高いんですけど、ちょっと お許しください。で、まず1番が y イコールマイナス x 分の32なんだよね。で、これが y イコール x 分の a になってる。で、a がマイナス32の状態なんですけど、つまりこれだから反比例なんだよね。で、反比例で a が負、マイナスの数なので、グラフはここと、まあ、ここに来ます。で、その中で x がマイナス8からマイナス2のところを探すと。で、これはざっくりで構わないんで、まあ、マイナス8こっちだよね。マイナスって言ってんのにこっちに書いちゃダメだよ。で、マイナス8でマイナス2はこの辺だろうと。で、そっから打ち上げます。で、ぶつけて、ぐるぐるってやって、この中身をよくシャーペンで自分塗らす、塗るんですけど、濃く。で、それ以外のところ、今説明書消しますね、ちょっと。もう全部使えません。つまり、この赤の、まあ、塗ったところしか考えちゃダメだよって言ってるんです。この変域っていうのは。で、これを書いたら、それぞれの場所の y の値を出します。右の部分。で、それが代入するっていうことなの。例えば、ここ。ここを出すには、x がマイナス2って分かってるので、マイナス2を代入します。マイナス2分のマイナス32、約分すると16だよねって。で、同じようにマイナス8を代入すると、マイナス8分のマイナス32。だから、4だよね、と。で、ここまで書きます。まあ、慣れてない子はね。慣れてる人は全然いいんですけど。で、y の変域っていうのは、その、今使っていいグラフの一番高いところと一番低いところを考えます。で、図で見てわかるように、一番高いところ16ですよね。で、一番低いところ4って分かってるから、一番低いところと一番高いところを書いて、これで丸になります。これが変域の解き方ね。で、同じようにちょっとね、俺の手で消えちゃった。これ二次関数3年生で勉強するんですけど、まあ、これをやっていくと。で、 y イコールマイナス2分の 1x2 乗、ここがねマイナスになってるので、上に凸、まあ、原点で絶対通るので、まあ、こんな感じのグラフになると。で、同じように x がマイナス4から2です。なので、まあ、マイナス4ちょっと遠めにして、2はちょっと近めなところに書くと。で、今度下にぶつけるようにして、ぐる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 とやって間を塗ります。で、みんな消さなくて構わないですけど、使わないところは消してしまうと。で、さっきと同じように、こことここを出します。本当は片方出さなくてもいいんですけど、ちょっと出させてください。で、マイナス4、代入すると2乗で16です。で、マイナス2分の1と16を掛け算して、マイナス8になります。
で、こっち、2代入するとね。すると、こっちがマイナス2になる。で、さっきも言ったように、y の平域っていうのは、グラフの一番高いところと一番低いところ。で、一番低いところ、ここですよね。だから、マイナス8です。で、一番高いところ、マイナス2って、行きたくなるんですけど、よく見ると、一番高いのは、ここだよね。この位置より、こっちの方が上にあるから。で、ここは、原点0。なので、今回、一番低いところ、y、0と。これが正解になります。なので最初に言ったように、確かにね、代入するっていう作業をして数並べただけなんですよ。代入したらいくつ、代入したらいくつってわかるんで。でも、2次関数になると、こうやって、代入した数字を使わないで0が入ってくることがあります。だからまあね、こういうことをね、まあミスが減るようにとかも踏まえて、まあ、こんな感じでやるんだと思ってもらえたら嬉しいです。で、まぁ、今回の問題で一番難しいのは3番ですね。もうちょっと図からして、ちょっと厄介というかね、めんどくさそうですけど。で、個人的な意見なんですが、まぁ、今回これ、反比例と、まぁ、1次関数と比例が入ってるんですけども、こっちも1次関数か。で、これ2次関数も同じで、こっちに今、まぁ、文章が載ってたでしょ？で、結構なんだ、5行ぐらいやったかな？ 5、6行か。まぁ、文章があって、そこに書いてある情報は、基本的にこっちに書き込みます、全部。自分は。よく生徒にもそうやってやらせてましたけど。で、例えば A が座標がね、12の18って書いてある。で、B が0の9かな。で、確か反比例のやつが X 分の A だっけ ?Y イコール X 分の A。で、書き込みます。で、なんで書き込むかっていうと、これはですね、大体こういう関数の厄介な問題って文章が長いんです。こっちの問題の。で、一回一回、こっち読み直してチェック。読み直してチェックではすると、頭の中もこんがらがり、噛んでる。こんがらがりしやすい。ん？こんがらがりやすい。ちょっとおかしいかも。し、あのね、一回一回読んでると時間がもったいないので、もうここだけ見て考えていけるように、シンプルに考えられるようにやった方が絶対時間がもっとロスしなくなると。だから、こっちに移してほしい。できればですけど。で、この時に今、三角形 ABC。ここですね。ここと ODC、OCD だったかな ?OCD か、まあ、同じだね。ここの面積が同じになる時の A を求めたいという問題です。で、これはですね、もちろん、ね、これ真似しろっていうわけではないんですけど、例えば、今座標2個しか与えられてないですよね。ないんですけど、今、この直線、AO ね、この直線と、直線 AB。これ式出すことができます。もちろん使う使わないは分からないです。分からないですけど出すことができるんです。で、個人的にはもう座標を書いた時に、あ、この直線出せるなって思うやつは出してしまう方がいいです。はい。これをね、ちょっと癖でやっていくといろんな問題の時に結構スピーディーになる。早くなるし解ける量が増えます。で、例えばこっち AO です。で、なんで出せるかっていうと、AO って直線でしょ？で、原点通ってるから、比例なのね。図から比例ってわかる。で、比例っていうのは、y イコール ax です。ax。そこに、a を通るから、12と18代入して OK なんですよ。で、y のとこに18、x のとこに12を代入するから、こうなる。で、解くと12で割るから、12分の18なんで、2分の3か。で、A が2分の3って分かったので、この式は、y イコール、2分の 3x って分かることができます。で、次に AB です、ここ。これは直線なんですけど、原点通ってないんで、1次関数なのね。で、1次関数だから、y イコール ax プラス b を使います。でも、今、ここ0の9、y 軸にぶつかってるところが切片です。それが b なんです。だから、今ここはもう9ってわかるの。この数字使っていいから。y 軸とぶつかってるところが切片。で、その数字が b と同じだからね。で、こいつが a をまた通るから12の18代入して OK なんですよ。
だからこうなる。で、これを解くと 12a=9 だから、12分の9だから4分の3か。で、a を出すことができたので、よいしょ。y=4分の3x+9 と。こういう風になります。ね、使う使わないは分からないですよ。分からないですけど、あ、これ座標あるから、ここ出せるなっていうのをね、ちょっとね、気づけるようになると、個人的には嬉しいです。で、話を戻します。で、今、面積の、ね、布団2つの面積のことを言ってるんですけど、関数の中で、面積、まあ、よく出てくるね、三角形の面積よく出てきますけど、解きやすいのは、まあ、解くためには、x 軸、もしくは y 軸が一辺になってると楽なんです、面積っていうのは。例えば、この OCD っていうのは一辺が X 軸に乗ってるでしょ。なんで楽かっていうと、ここを底辺にしてしまえばここが高さですぐわかるから。けれど ABC みたいにどこにも一辺が乗ってない、全部斜めじゃんみたいなやつは扱いにくいんです、かなり。もちろん無理やり解くこともできるんですけど、だからこのままじゃちょっときついなってことで若干工夫しに行きます。で、今回自分がやった解き方なので、もしかしたらもっといい解き方あるかもしれないんですが、今回ね、ABC をここまで伸ばします。拡大するの。ABO まで。で、同じように OCD もこっちに拡大します。この赤と青の三角形っていうのは、まあ、赤に関してはね、もろにここ、両方とも XY 乗ってるし、青の方の ABO も一辺が Y 軸に乗ったので面積出しやすくなるんですよ。底辺にしちゃえばここが高さだから。すぐ出せる。で、今、この青と赤の面積が同じになったら OK なんです。元々の問題。なぜかっていうと、今、元々ね、聞かれてるのは、この ABC の部分と OCD の部分が同じってことが言いたいと。で、そこに、これ足しちゃったけど、青の三角形にもこの三角形足して、赤の三角形にもこの部分同じものを足してるんだったら、別に、大きいこの三角形とこの大きい三角形が同じだったら、同じものを取りゃ、もともとも同じでしょ？絶対に。だから、こっちに話を変えるんです、今。で、やっていくと。で、そのね、青の三角形 ABO か。で、ここは、ここの長さ。底辺は9です。ここね、9ってある。で、高さは、ここ。で、間違っちゃいけないのは、12の18っていうのは、12の18だからね。だから12です、こっちは。つまり、底辺かける高さかける2分の1、三角形だからね。つまり、54ってすぐわかります。青の大きい方は。ごめんね。で、赤の方がちょっと困る。ここが9ってわかるんだけど、ここがわからないんです、OD が。だから文字を使っておきます。これ文字何でも構わないですけど、ちょっと T とかで使っていいかな。これ X 軸上なんで、XT でわからないです。でも Y は0ってわかります。ね、ここは X 軸に乗ってるので。で、T の0って自分で置くと、三角形、OBD でいいか。で、こっち底辺にしようか。底辺 T かける高さ同じく9。かける2分の1、つまり、2分の 9t になります。で、さっきも言ったように、この2つが同じ面積になるので、2分の 9t イコール54。これ解くと、t イコール、ひっくり返すから、12か。つまり、ここの座標12ってことが分かったんです。12が分かったと。で、12が分かったから、この BD の直線が出せます、今度。BD。0、9と12、0って分かってるからね。で、この直線も直線で原点通ってないから一次関数です。やっぱり時間がまずい。で、y イコール ax プラス b なんだけど、切片また9だから、y イコール ax プラス9に12の0を代入します。そうすると、0、12a プラス9だから、a イコール、マイナス4分の3か。点がわかる。つまり、この直線は、マイナス4分の 3x プラス9 なんです。これね、BD。で、
BD とここ OA の交点が C だから、この座標を出したいんで今自分はね。だから交点 Y イコール2分の 3X とこいつの交点を出すのは連立方程式でしょ。つまり Y イコールこいつとこれを連立方程式で解きます。で、このまま代入法を使って解くもいいし、分数がちょっと嫌だなという方は、下に4かけると、あ、いいか、上に2かけると、3X で2かけてちょっと整理するよ。2y イコール0になります。で、下に4かけて整理すると、3x、プラス 4y、こうなる。で、引き算して、マイナス 6y、36で、Y が6入ってる入ってる Y が6で、これちょっとね、ビデオの容量がなくなりそうで、申し訳ない。 Y が6と。で、6どっちかだ、こっちにしようか。代入すると、X が、違う、Y が6だ。間違った。ここから代入すると、計算4か。つまり、C の座標が4の6と分かりましたと。で、C が4の6。もともと A 出したいんだよ、ここね。A 出したいんだけど、この反比例は C を通るので、通るんだったら代入して OK なの。だから、6イコール4分の A になって、A イコール24。これで終了となります。ないっていうね。で、さっきも言ったように、これ自分が解いたやり方なので、もしかしたらもっと簡単なのがあるかもしれないです。あるかもしれないんですが、まあ、一つの解き方のね、例として参考にしてもらえたらと思います。では、今回は受験対策動画関数の第11弾をやっていきました。今回もね、ここにご視聴いただき本当にありがとうございました。で、この受験対策動画ですね、まあ、これからちょこちょこ増やしていこうと思っておりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。